大阪中央郵便局大阪中央郵便局大阪中央郵便局営業大阪セントラルポストオフィスは大阪府大阪市北区にある郵便局民営化前の分類では周廃普通郵便局であった住所郵便番号530の0001を大阪市北区梅田1丁目3番1号大阪駅前台1ビル地下1階全身である 大阪郵便役所は1871年、明治4年の郵便制度開始と同時に、国内3カ所に設けられた郵便役所の一つである。過去の併設施設、分室はなし。以下は過去に存在した分室である。当時の定新省永前課の吉田哲夫による設計で、施工は清水組、現、清水建設、1939年、昭和14年春工。 西洋近代建築を脱却した現代建築であるとして、また、定新建築の代表作品の一つとして高い評価を得ている。荘厳なグレーのタイルの外壁、シャープな輪郭、膝端が高くなるにつれて、窓が少なく、階高が低くなる割付けにも、独自のモダンな美意識が表されている。来日したドイツの建築家、ブルーのタウトが、伊勢神宮、 カツラにも通じる合理性、機能性と美しさが融合したモダニズムの傑作とこの建物を高く評価した。2003年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築にも選ばれている。郵便物の輸送に鉄道が広く利用されていた1980年代半ばまでは隣接する鉄道駅との間で 郵便物の受け渡しを行うための施設が設けられていた。北側に隣接する大阪駅との間は地下道で結ばれており、優待を積載した運搬台車をエレベーターを介して小荷物郵便列車の発着するホームとの間で直接往来させることができた。また、西側の梅高持駅南構内からは、専用側線が局舎裏まで引き込まれており、郵便車に 直接二役を行うこともできた。専用側線は、1982年、昭和57年11月の梅高持駅、南港内使用停止までに廃止となり、大阪駅との地下道も、1986年、昭和61年10月1日の鉄道郵便輸送全廃により使用を終了した。また、 局社内の5.6階には、大阪鉄道郵便局本局の管理部門が、大阪駅構内には、同局の積み下ろし、中継作業施設や、郵便車に乗務する職員の業務拠点等が、設置されていた。大阪鉄道郵便局も、鉄道郵便輸送全廃に伴い、1986年、昭和61年10月1日付で廃局となった。老朽化。 土地の有効利用という観点から民営化に際して高層ビルに建て直し、隣接する JR 西日本所有のアクティ西ビルと大広ビルを合わせた3施設、約1.3ヘクタールを一体的に開発する計画をしている。JR 西日本は手狭な所有地の活用を以前から模索しており、中央郵便局と一体的に開発することにより、 双方の資産有効活用につながるとの意見が合致した目である。2008年、平成20年12月5日の計画発表時点では、地上40階、地下3階、高さ187メートルの新ビルを2009年、平成21年に着工、2012年に竣工であり、高層階は1フロア900坪ほどのオフィスビル、中層階には、 座席数千七百席の劇場、低層階には、郵便局や商業施設を設ける予定。劇場は、オリエンタルランドに賃貸し、運営を任せることで合意されていた。その後、オリエンタルランドは、計画を撤回。なお、貴重な近代建築として、保存を求める声が強くあり、日本建築学会が、生田正春日本郵政公社総裁、当時と、麻生太郎総務大臣。 当時、関純一大阪市長、当時、西川義文日本郵政社長宛てに3度にわたって、保存要望書を提出している。これを受けて、郵政公社は、局舎の一部を、新しいビル内の吹き抜けスペースに移築し保存する、こととした。2009年、平成21年3月10日、日本郵政は、保存を求める声が上がっている。 東郵便局の建て替え工事の着工を当面、見送る方針を、鳩山国夫総務大臣、当時に伝えたということが発表された。日本郵政は、以後、文化庁などと計画見直しについて協議する。しかし、2009、平成21年6月12日、保存に積極的だった鳩山が総務大臣を辞任したことにより、以後の状況は、不明な状況となった。 2012年、平成24年3月から、究極者の取り壊しを開始。6月18日、建築士や、松熊洋や、博物館、明治村館長、鈴木博之ら建築や建築士の専門家グループが、究極者は、歴史的に重要な建造物であるとして、文化庁などに対し、重要文化財に指定するよう求め、大阪地裁に義務付け訴訟を起こした。 その後、同年12月に取り壊しが完了し、正面玄関部分を残した上、建設予定のビルに組み込み予定で、当面はイベント広場、二周目ダスクエアとすることになった。またこのイベント広場の奥側に、暫定施設としての郵便局が開設、究極者の位置に復帰することになり、2013年、平成25年5月から運用を開始したが、郵便局店舗と、 ゆうちょ銀行店舗は2016年7月18日までの営業となり、翌日からはかつての仮店舗、今回は B1 階に設置に出戻りとなる悠々窓口である大阪北局大阪駅前分室はこれに合わせて排出されるため、今回の仮店舗には悠々窓口は設置されない。西梅田スクエアは当初2013年から3年間の暫定利用の 計画だったが、2017年にオープンした、吉本西梅田劇場の開設期間は2018年8月25日までと予定されている。本格的な跡地利用となる高層化計画、仮称 JP タワー大阪は延期を繰り返しており、2017年11月時点では、2019年7月頃着工、2022年1月頃竣工の予定となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。